ついに1023箇所目のザビーランドが完成しました。開演セレモニーの用意ですよ。ガッチャ。演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないものな。まあ入るわけないか。折れやすいな替えが利く。それが名刀無敵剣。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。よく頑張った。もういい、もういい。ノリノリの踊れるミュージックでお手本作の紐はゆるゆるですよ。雪が降っていないと俺は風も引いてしまう。よしでござるか。人の道に限界などないのでござる。こと総理様は怒っても怒らなくてもこんな感じです。大将、ほら人に夢と書いて儚いのでござる。手前に兵を預けてください。折り返してみせましょう。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。ランスの今をお伝えする突撃アナクスメの戦場聞き込み。さあ今日もアシバルさんたちの日常に迫りたいと思います。ザビー様が求めるのは人々の笑顔。笑いかけっぷりが良いですね。ネタがつまらなくとも笑いなさい。笑う角にはザビー来たるです。自分たちのここを見てほしいと思うところは。会場を映す時の技かな。正面からやったり、あとわざと揺らしたりするといい絵になるよね。なるほど。我が名折の無敵力は広間と一夜。おとぎ話をしている。昔昔あるところに無敵。背負った哀愁の数だけ人ってのは大人になるもんだぜ。ダメ人間って書いてみな。人であること、中心であること、この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まった。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。俺の右手は神聖なもの。輝ける男、青江枯れ継ぐ。付き合ってられねえなこいつらには。人間の信者は弱すぎです。虎の入信を促すべきですね。まあ失敗の1度や2度や3度や4度。ザビー教に入って新しい幼馴染ができました。この流れもあいつのおかげ。いや僕か。このランス
着ぐるみであれだけ動ける武人なら、そうはおるまい。我が君より先に倒れるわけか。島流しじゃ済みませんよ。最後はショーを彩る背景を決めるのです。一人でも多くの人が心にザビを宿しますもん。あなたの名前はザビ。まさに幹部教徒となるべき存在。大空に花開くザビー様の笑顔のようにファンタスティック。いや、世の中こんなもんでござる。やっと世間を知った。それで良いではないですか。総理様、入信希望者が並んでおります。またこんなこと。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。将来性。姫御瀬は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。聞こしめしませ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですな。姫御瀬の邪魔をさせるものか。乱世の今をお伝えする突撃穴娘の戦場聞き込み。さあ、今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。今の軍で不満に思っていることは。人形合体、残業してまで練習したくないっつうか。すみません、お休みの日は何を。俺はもっぱらへっぴり腰の練習に費やすね。足軽感ってのはそういうところで差が出るんだよ。折れやすいが替えがきく、それが名刀無敵剣。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。雪が降っていないと俺は風邪をひいてしまう。こないだ拙者も振られたのでござるよ。夕日が目に染みますな。一日大将になれるなら何をしますか。天下統一とか。妥協はしない。認めよう。良い回答だ。なに、その程度虎か狼にでも噛まれたと思って忘れちまえよな。削除せよ。拙者も荒むしゃぶりを見せたいところだが、いや、膝に矢を受けてしまってな。卑弥呼様、まご一年様みたいに私を大きくしてください。あなたはどうして今のこのお仕事を。子供の時、かっこいい足丸さんを見て憧れたんだ。俺もああやって着られたいな。そうなんですね。わらなおえの無敵力は広まと一へ。おとぎ話をしてやる。昔昔あるところに無敵力。自分たちのここを見てほしいと思うところは。いかにも足軽って感じの走り方、あのドタバタ具合ね。俺はそんなにかかったかな。あな
方が、それは無理だろうと思った人形合体は、あの竹馬みたいなやつかな。まあできるけどさ、ちょっと恥ずかしいでしょ。あなたの帰りを家で待つご家族へ一言。母ちゃん、お空のどっかで聞いてくれてるかな。俺こんなに立派になったんだぜ。これが乱世なんですね。卑弥呼様はリンリンとおっしゃられています。あれ、姫御前が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。卑弥呼様のお告げで前になくしたかんざしが出てきました。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。俺を雇ってくれた。俺の右手は神聖なもの、輝ける男、直江カレッツグ。大将はまだマシっすよ。俺なんて誰が俺を笑おうとも、俺は俺を信じ続ける。直江カレッツグ無敵伝、その足跡に終わりなし。雪組に勝るとも劣らぬこのビーストは、またの機会な。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば、あの男より奪いし者、我が有益に使うは道理。天空日輪よ、起床しこの国を支配せよ。の日常に迫りたいと思います。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。一人の夜、心細く思うことは決して恥ではござらぬよ。あれとは愛でも、その技は飛び入る。ただし割れるようにな。卑劣な、このような場所から攻撃を。卑劣で結構。策にかかった斧が愚か。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば、大将の体調次第で狂坦の中身を変えることさ。そんでつづらの中にそっと置いとく。その心遣い。雪が降っていないと、俺は風邪をひいてしまう。まだ直江の無敵力は清本一。俺にだけは何か相談してくれよな、ナチコ。頑張れ。私についてこい。グレンに染まれ、最下延長。言えば余計に傷つけてしまいそうですが、まあ頑張れ。何せ下の失敗に比べればこの程度。
人と出れば遥か記憶の彼方でござるよ。一家焼き尽くせ。ここは天空、一輪の過去ぞあり。無敵に立ち向かうは勇気か。造形がゴムのようでも。なんだ、光が目が、これが迫ってる。この戦ではアシカラとしてどんなお仕事を。まあ強いて言えばなんとなく走り回る。なるほど、自分たちのここを見てほしいと思うところは。やられ役をする、大将を守る、両方やらなくちゃならないのが辛いところだね。おとぎ話をして、昔々あるところに無敵。そういう時は叫ぶのがいいって聞いたぜ。次元とは、兵法とは、戦への探求は尽きることがなかねえ。おいが鬼で、駒藩は桃太郎、遠慮はいらんど。誰だてめえ。俺がこの薩摩の番人じゃ。こちら戦場のアナ娘です。両軍の大将にお話を伺う前に、まずは足軽さんたちに声をかけてみたいと思います。助けてくれ。ナンバーショット、薩摩隼人が逃げんじゃなか。お前の指揮能力、まだまだ無敵の俺には程遠い。俺だけは知ってるぜ、大将。あの冷たい雨の日、捨て猫を拾って帰ったあんたの優しさをさ。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。うちでダラダラしてたら足軽でもやってみろって叱られてさ。それからもう10年だよ。続くもんだね。どうですか、この戦勝てそうですか。相手の大将と相性が悪いかな。まあまた悪い癖が出なきゃ飯の時間までにはケリがつくかな。そうなんですね。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。おお、戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。へい、伏兵の陣を発見。しかし、なぜこんなところに。よく頑張ったな。もういい、もういいんだ。世界中で拙者だけは貴殿の味方ですぞ。風に登れ、変よ。すみません、お休みの日は何を。自分仕事と家庭は分けたい派なんで、その質問は勘弁してもらえます。あの雲の上まで。相手じゃ命がいくつあっても足りねえ。すんません、今からヤバいのがそっち行きます。
雨の天板よ。一輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様、全ての事象は我が盤上にある。新たな駒、試してみるには良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め、卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊願拝したく、光を集めているところよ。え、本当ですか？それならまた覚えが聞けますね。もうして、私もお手伝いします。下にも生じ合いようで。存外使えるとまえ。いや、我が毛利の兵の話だ。人は誰もが災いなのだ。なぜそれに気づかない？あるよな、戦が嫌な時ってのも。
この霧が川中島の天地をおもろとするか。兵皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。はほー、皆さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。は、はい、雪村様。ふーん、いいんじゃない。大将も随分らしくなってきたじゃないか。フランスの今をお伝えする突撃穴娘の戦場聞き込み。今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。今の職場での悩みは、あれあれ、おばはとうどん派の仲の悪さだな。俺もどっちも好きだから余計にね。お前に隠していたことは、実は俺は無敵。なに、その程度ドラカオープンにでも溜まれたと思って忘れちまえよ。て、敵襲き、霧に乗じて忍び込ませただと。何やってんだ俺様は。良い夢、俺が無敵になる夢だ。大将はまだマシっすよ。俺なんて拙者がなでなでしてあげるでござるよ。最強、さあ皆休もう。この霧が我らの姿を隠してくれている。いかん、ここで全員を失うな。お客様一抜けた。この大将は強すぎると思いませんか。それでも向かってくのが足軽さだろ。行くっていうのは残酷ですね。どうですか。俺が見てきた中で今日の戦が一番調子いいね。千人斬りじゃ止まらないんじゃないかな。まだしばらく晴れんか。
ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば、僕が心がけてるのは攻撃された時に遠くまで吹っ飛ぶ思い切りの良さです。よし、もっと目立ちたい同盟を作ろうぜ。いいね。野毛に入ることを決めた理由は何ですか？俺を雇ってくれた。なるほど。大将、油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。あなたがこれは無理だろうと思った人形合体は、あの竹馬みたいなやつかな。まあできるけどさ、ちょっと恥ずかしいでしょ。あれ外周一色とはまさに俺のためにある言葉。無敵とは世を忍ぶ仮の姿。